お焚き上げは神仏に関わるものや思いがこもったものなどをお祓いして焼却することです。今月2日に行われた一の坂川ひな流しで使われた後回収されたひなやひな舟が古熊神社に集められました。集められたひな舟はおよそ400隻。お祓いをした後火がつけられました。出席者は大祓いの言葉を唱えてひなやひな舟が燃えるのを感慨深そうに見つめていました。自分の汚いとことか嫌なこととか悪いことしたとかいうのをその片城に預けてお船に乗せて流す。お焚き上げで神様に預けるという流した後は綺麗な気持ちで1年間過ごしてくださいっていう意味があるんです。実行委員会ではこれからも山口の風物詩として続いてほしいと話していました。